茨城県道329号小山菅生小木犬停車場線坂道市小山茨城県道329号小山菅生小木犬停車場線は茨城県坂道市小山から上層市菅生町を経てつくば未来市にある関東鉄道上層線小木犬駅と接続する一般県道である坂道市小山を起点に 上層市菅尾町を経由して、筑波未来市小犬の関東鉄道小犬駅まで、東西に結ぶ、延長約5キロメートルの一般県道である。起点は、茨城県道142号、岩井の打線分岐とされるが、実際の見かけ上は、小山で、県道岩井の打線と接続する一本道である。また、路線の大部分が、茨城県道3号筑波の打線と重複しており、 単独区間は、起点から、坂東市、矢作までと、終点の小犬駅入り口のわずかな区間となる。1959年10月14日、新たな県道として、佐島郡岩井町大和小山を起点とし、筑波郡柔村大畑小犬の小犬停車場を、終点とする区間を本路線とする県道大山菅を、小犬停車場線として、茨城県が、県道路線認定した。 1995年に整理番号329となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で、道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、 通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の複印のものにあっては、当該道路の路面の複印から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないもので、なければならない。AB、道路の区域の変更、茨城県法、第272号、ピアニッシモ、56、ABCDE。 茨城県道路現況長所平成26年4月1日現在、茨城県法、第1087号対象12年4月16日、茨城県国示第194号より、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より、路線の指定、茨城県法、第5170号、ピアニッシモ、23、道路の区域変更。 道路の供用開始、茨城県法、第5666号、ピアニッシモ、8、14。道路の区域変更、道路の供用開始、茨城県法号外、ピアニッシモ、4、5、8。道路の区域変更、道路の供用開始、茨城県法号外、ピアニッシモ、7、10。道路の区域変更、道路の供用開始、 茨城県法第6639号ピアニッシモ56道路の供用開始茨城県法第6821号 P4 道路の供用開始茨城県法第6926号 P7 道路の区域変更茨城県法号外第256号ピアニッシモ23道路の区域変更茨城県法 第7199号 P6 道路の区域変更茨城県法第7254号 P5 道路の共用開始茨城県法第7303号ピアニッシモ1213道路の区域変更茨城県法第7443号 P14 道路の区域変更茨城県法第7615号 ピアニッシモ23道路の区域変更茨城県法号外第97号 P2 県道の路線名及び整理番号の変更茨城県法第637号ピアニッシモ82車両制限例の規定に基づく道路の指定茨城県法第1342号ピアニッシモ1112ありがとうございます